代表してきたトップペアの旅立ちをここにいる全員で祝福したいと思います。わさびというグループを世界中に知ってもらい、世界中のサルサコングレスでも大活躍中の横尾&龍が半年間サルサ留学をします。1月18日よりキューバ、ニューヨークなどでサルサを勉強してくるとのことです。いってらっしゃい、元気でねとお伝えしたいと思います。それでは横尾&龍のお二人ステージでお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんは。話したときに盛り上がっていきましょう。 MC は私、ヒロでした。スタートしたー。